プレゼンテッド by インパクトディープ。藤木村拓也アナ、一般女性と6月に結婚。フジテレビの木村拓也アナウンサー24が4日、同局の目覚ましテレビに出演し、一般女性と6月に結婚することを生報告した。芸能コーナーで山崎ゆきアナが婚約のニュースを笑顔で読み上げると、木村アナはありがとうございます。この度結婚することになりました。これまで以上に仕事に励みたいと思いますと報告。お相手は一般の女性で、山崎アナからプロポーズの言葉を聞かれると、ひざまずいて結婚してくださいと言いましたと明かした。先輩の倉田大成アナウンサー33から結婚について何かアドバイスをと問われると、木村アナはひざまずけば大丈夫だと思いますと力強い助言をしていた。木村アナは2013年入社。目覚まし土曜日明日のニュースのほか、スポーツ実況などを担当している。